松浦重信。松浦重信は、戦国時代から江戸時代前期にかけての大名。平戸の松浦氏、第26代当主。非全国平戸藩所大藩主。戦国大名大友義重、総理により返帰を与えられ重信を名乗る。晩年、山城上大五行住院にて出家し、法皇は宗信、後に、無害安僧正と称した。 出家後は本源に上されて法院に上り、式部教に任せられたため式部教法院、平戸法院とも呼ばれた。なお、総尊にあたる第四代平戸藩士も隠居後に、重信から同じ字の重信に改名しており、改名後の表記で主に知られる。天文18年、1549年、松浦隆信の長男として生まれた。母は、杉隆景の娘。 A63 年、1560年、塚原津義勝に剣術を学ぶ。晩年にも、竹谷重勝に秘技を伝授されるなど、剣の達人で、文武両名に優れ、和歌も足しなんだ。A61 年、1568年、大友義茂より、武具一式を賜って元服し、隠居した父から家督を譲られた。相上浦の松浦丹後神尾 宗金が四次を有馬直順の子から松浦隆信の小松浦親に変えたことから合戦となった際、重信は相上浦川に加勢して勝利。元気三年、1572年には大村墨忠を攻めて天正二年、1574年にこれを遂に屈服させ、住忠の娘、松桃院を息子、久信の妻とすることで和議をまとめた。この頃、 ヒ前では、竜造寺高信の勢力が台頭し、重信もその失家に組み込まれることを余儀なくされたが、天正十二年、1584年に、竜造寺高信が戦死すると、再び独立した。またこの年、スペイン戦が平戸に来航。天正十四年、1586年三月、豊臣秀吉にいち早く貢ぎ物を献じて喜ばれた。四月、大村住田だ。 有馬義順、周ゅ里氏、旗新ぎ、さとし、んどき、ら攻撃を受けた、広田城合戦において、これらの軍勢を退けた。秀吉と友好的関係を築いていたことから、島津勢伐を事前に知らされ、父と共に、九州平定に参陣した。秀吉に、親子三代で派閲した際には、あえて家を望まずに、所領安堵で満足であると言ってさら喜ばれ、 豊臣政権内での地位を確立した。天正十七年、1589年に出家したが、松浦氏の実権を握り続けた。天正十八年、1590年の小田原征伐でも水軍を出した。文録、慶長の役では、一気に、勝本城の築城を指示された後、宗氏と共に朝鮮通りとして期待され、共同役を任された。弟実、 この久信と共に出生し、小西幸長の一番隊に属して初戦より7年間に、また、活躍。笠サ銀関の戦い、ウルサン城の戦い、順天城の戦い、ロ両海戦などで功を挙げた。朝鮮の役では24戦無敗を誇り、あまり注目されていないが、抜群の戦歴を残している。出征した3000名のうち1918名の、家臣が戦死したが、 松浦法院、重信朝鮮七ヶ年肝人中日記の章によると、平戸から手柄を求めて、後々参戦した者が多くあり、帰国時にはむしろ増えて7200名余りに膨れ上がっていたという。平戸とは、船が往来して、戦利品をたびたび持ち帰っており、朝鮮人土費を数百人連れて帰って領内に帰化させたが、この中には熊川、駒川、伊東港も含まれていた。 これらが参加は内焼きの祖となった。慶長四年、1599年、亀岡城、または日の岩木、後の平土城建設を開始。この年、父が亡くなった。慶長五年、1600年の関ヶ原の戦いでは、大阪にいた久信が、西軍に組みしたが、本国に在国していた主信は、前の島で開かれた、会議に参加し、 大村木前、住田田の子の言葉に従って東軍に組みすることを決定した。徳川家康の疑念を招かないように建設途中の城の一部を焼却してみせた。これらの対応を称した家康は、書を持って、行きと松浦軍万三千二百国の所領を安堵し、重信は平戸藩書大藩主となった。なお、慶長十二年、千六百七年に、 平戸城は大火に襲われて、ほぼ全焼し、再建されたのは、約百年後の法営四年、1 7百7年、第五代藩主松浦宗の時代になってからであった。慶長八年、1603年、久信が死去したため、孫の高信を連れ、江戸で家康に廃越した。平戸貿易は、父の第にポルトガル戦が長崎に移ったことで、 貿易の主役の座を奪われていて、松浦の経済は王子の繁栄を失っており、重信はこれの再建を夢見ていた。これより、前の慶長を5年、オランダはロッテムダムのファンデルハー編社の5隻の貿易船のうちの1隻、リーフデ号が文語国に漂着していたが、その船員の一人加わってるックを帰国させる他に、重信が自ら船を建造して与えたのはそのためである。 クワッケルナックは、イエアスの新書を携え、慶長10年1605年に、平戸を出立し、パタに、マレー半島で、東インド会社の東洋遠征艦隊指揮官、テリーフ・デヨンゲに報告。新書とは別に、クワッケルナックは、重信に頼まれた日本貿易の進行を総督に訴えたので、デヨンゲは、平戸に来航することを約束した、重信宛ての小和戦に託した。 慶長14年、1609年、約束より2年遅れたが、ローデレイフ号とフリーフン号の2隻が長崎沖に現れ、水崎案内人の導きで5月31日に平戸港にオランダ船が初めて入港した。重信はオランダ施設を駿府、家康の隠居地に連れて行って、国書を奉仕させ、貿易の許可を得た。平戸にはオランダ商がされ、 ヤックス・スペックスが初代館長となった。また、慶長18年、1613年、イギリス東インド会社のジョン・セイリスが平戸に来航国王ジェイムズ一世の国書をもって、家康より貿易を許可する、主因状を得て、重信と高信部は、平戸の聞キ,キダ町に、イギリス召館を開設させ、リチャード・コックスが初代館長となった。また同年アダムスも平戸に招き、 対外貿易が幕府独占になるまで平戸貿易の最高を果てだった。慶長19年1614年に母子した。去年66、重信自身は熱心な神言集とで、領内におけるキリシタンの排除も行った。自ら混流して葬られた最強時には重信の像がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。